北条寺市、京都市上京区古人口通り寺町通り東入、北川高人町北条寺は、平安時代中期に藤原道長によって創建された、石棺記載大級の寺院、道長の主邸土見門殿の東にあたる、鴨川西岸に建てられ、京国御堂とも称され、道長の遺書、御堂殿、御堂関白やその子孫御堂流の由来ともなった。 現在の京都市上京区東端にあった、公人口通り、寺町東シールの路傍、を、京都府立大木高等学校校庭の平際に、北条寺跡を示す石標が建てられている。藤原道長は、この世は我が世とぞ思う、も月づきの、来たることもなしと思えばの歌でも知られるように映画を、極めたが、晩年浄土信仰に傾倒し、病に苦しんだことから、官任三年に出家し、 土三門殿に隣接する地に旧大阿弥陀堂の建立を発願し、翌年に完成して無料寺院とこうした。諸国受領の奉仕を受け、続けて重彩堂、弘道、共造、道長の聖祭源智子による西北院、近藤五大堂等と次々に同社が建てられ、その規模は東西二町南北三町に及び、仮覧は構想を極めた。治安二年には、 北条寺と事後を改め、近藤、五大道の楽慶供養が盛大になされた。供養には、道長の孫にあたる五一条天皇のほか、東宮、いずれも道長の娘である、ふとし皇太后藤原明子、皇太后藤原健子、中宮の藤原武子も参加し、その様子は映画物語に詳しく描かれている。北条寺は平等院の藩となった寺院でもあり、当時、 鴨川方向から見れば、ちょうど、宇治川方向から見た、平等院のようであったと思われる。道長は、北上寺で暮らしていたが、1027年、市に臨んで、東の五大堂から東橋を渡って、中島、さらに、西橋を渡り、西の阿弥陀堂に入った。そして、九体の阿弥陀如来の手から、自分の手まで糸を引き、釈迦の姉藩と同様、北枕西向きに横たわり、 僧侶たちの度胸の中、自身も念仏を口ずさみ、西方浄土を願いながら往生したと言われている。道長の死後も、長元三年に、上東門院により東北院が建立され、道長の着難藤原頼道も、神道を建てると、繁栄は続いた。天行6年2月23日に全焼したものの、頼道により直ちに再建された。 この時元薬師寺から塔が移されたとする記録が残る。その後、寄り道着難の藤原諸ネへと引き継がれたが、鎌倉時代に入るたびたび大化、陛下等の災難に遭遇してガランは荒廃した。14世紀前半、吉田健康は、つれ連れ草の中で、無料樹院及びその9体の上禄物と、北家道のみが残っていることを記し、世の無常の例えとしている。現在は、 北上寺があったことを示す石碑が残るが、天皇6年に全焼した際に、東北院は移転、再建され、左京九条道地震予兆に現存している。ありがとうございます。